俺の顔に何かついているか？いえ。篠宮は俺のことどう思っている？面倒見がよく、生徒会長に適した人格だと思いますよ。照れ隠しの可能性もある。仕事が変わったくらいで冷めちゃう愛なんて最低、偽物ですよ。やっぱり考えうる限り最悪の答え。今日いい敵だな。いや何、選挙の対策を練っていたら全然眠れなくて。会長ダメですよ。保健室でお休みしましょう。あれ、いいんです、いいですから。本物の愛じゃないと思います。早坂はリアルな恐怖を抱いた。主人が男に染まって変な性癖を持ってしまう。